というわけで、総社市に来てます。総社市の高橋川です。こう見るとね、結構ね、こう放流されてますね。で、水かさもね、だいぶ引いてるのかなと思いますね。で、この先がね、合計なんですけど、合計から、通行止めになってたんですよね。今はね、もう全面解除されてるんですけど、ちょっとね、その先に進んでいこうかなと思います。もう完全にね、安全な状態になったのでということです。
ピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。